松本市にやってきました。いや、私まだまだ長野県ビギナーなんですけども、今日は長野県ならではの絶景が楽しめる場所があるということで、このワクワク感、小学校の遠足以来です。というのも、南国宮崎県出身の私、どげん景色が待っちょるんか楽しみですたい。ようやく到着しました。そしてこちら行ってみましょうか。わ、このシャリシャリ感すごい。おすごい、もう一面銀世界ですね。真っ白ですよ。やってきたのは標高2000メートルに位置する美しが原高原です。松本市、上田市、そして長和町にまたがる日本一広い高原台地。県内のアルプスや富士山など日本百名山のうち41の山を望むことができます。夏は放牧の牛やヴィーナスラインで知られる県内有数の観光名所ですが、冬は白銀の世界。この日私が泊まるのは美しが原高原の頂、標高2034メートルにそびえ立つ大賀島ホテル。頂上にある唯一の宿泊施設で、部屋の大きな窓から望む景色が魅力です。冬はスノーシュー体験など大自然を満喫できるアクティビティも用意されていて、中でも珍しいのがこちらの雪上車で回りたいと思います。おお、すごい迫力だ。雪上車のクルージング。揺れる揺れる揺れる実はこれ南極体験でも使用されるものと同じ型で、雪の上をスイスイと走ることができます。あ、すいません、失礼します。おお、はい、はい、ありがとうございます。いやすごい、一面大雪原ですね。山ですね。360度パノラマで、いや興奮します。雪の上を歩く感覚、なんて言うんでしょう、やっぱり新雪の上を歩くのって気持ちがいいんですよね。この一面銀世界っていうのすごく気持ちいい。海の上を高速ジェット船でこうどんどんとこう走って乗るような、そんな感じでしたね。お風呂ですね。標高2000メートル超えの場所にお風呂。風呂はホテルの2階にありました。おお、いやすごいですね。一面雪原。いやうん、あいやお湯は高原の湧き水が使われています。極上のひとときを堪能しました。腹ペコの私を待っていたのは、はい、イワナの塩焼きです。これこのまま焼いた状態で。そうですね、はい、持ってきてくれるんですね。じっくり焼いた状態でお持ちしてます。うん、ああもう肉厚、身がしっかりしてますね。さらにこの程よいこの塩味で、いやこれもう一回かぶりつきます。ホテルの夕食は信州の食材をふんだんに使ったコース料理をいただけます。
贅沢ですよね。そして何といっても空が広いからこそ見ることのできる絶景が。うわー、すごい。いやー、一面星空ですね。手を伸ばせば届きそうな、そんな感じがしますね。いやー、綺麗だな。星空撮影スポットとしても人気の美しが原高原。大賀島ホテルでは毎晩星のソムリエが解説する観察会が開かれています。澄んだ夜空に輝く満天の星を見つめていると、あー、流れ星だ。お、早く願い事。双子座流星群にも出会え、最高の一日の締めくくりとなりました。うわー、山から見える朝日がこんなに幻想的とは思わなかったですね。いやー、見とれてしまいます。この地で見る御来光もまた格別。私、今年初めての長野で過ごす冬になるんですけれども、本当に今回の旅は満喫しましたね。見渡す限り一面の大雪原、360度パノラマの星空、そして幻想的な朝日、ここ雪国長野だからこそ味わえる、いや本当に心から楽しめる旅でしたね。では最後に、一度だけやってみたかったことやります。せーの、うん、あー、気持ちいい。